親兄弟の弘樹さん、今日はなんか手に何かねこのお何かお土産みたいなものを持ってますねと大思いのあなた、正解でございます。正解です。正解でした。はいこんにちは弘樹です。今日はですねえっと福岡県の。 K さんという、えー、すごい温かい方からですね、えー、すごい気持ちのこもった、あのー、お土産をですねいただいて、まあ「ひろきさん、えー、この度はありがとう」みたいな感じで、えー、なんかいろいろ書いていただいてるっていう感じでですね、えー、本当に嬉しい、あのー、なんかまあまあ感謝しているというような感じのことが書かれているんですけど、えー、と本当に K さんありがとうございました、あのー、ちょっとこの後ですね、えー、美味しくいただけたらなということを思います はいいありがとうございます、まあこうね、お土産、えー、いただけたら嬉しいなということを思いますのであの本当にありがとうございました。昨日はです、ね、何についての動画を撮らせていただいたかといいますとです、ねえー、ビジネスを始めたての方に見てもらいたいあの基本的なことという動画を撮らせていただいて。 いいいただいただととうことでですね、えー、と本当にまあ初歩的なねあの僕があの本当にビジネスを始めたての頃に教わってた、えー、土屋さんという方からの塾を、ね、あのに入らせていただいてあの学ばせていただいたことの本当に一部をあのシェアさせていただいたという感じなんですけども、えー、とそれでですね、えー、と今日はですね何についてお伝えさせていただこうかなということを考えてたんですけど、まあ、昨日ですねあの信頼関係についての作り方信頼関係の 作り方をですねあのザイオンス効果、まあ、たくさんこうコミュニケーションをとる日々のコミュニケーション、えー、信頼の尺度はあ、ねまあ、その接触回数に比例するうー、ね、こう触れた。まあ ね、こう話したりとかねあったりとかして信頼関係ってのはあの接触したい、えー、回数に比例するみたいなことをザイオンス効果、まあ、ザイオンスさんが提唱されてたということでですね、えー、その信頼関係、えー、を作っていくまあねこだからできるだけ動画を撮ったりとかできるだけメルマガを書いたりとかねできるだけ、えー、話したりとかっていうことをして、まあ、信頼関係を作り,、ま、作りましょうというお話をさせていただいた、えー、っていうのを、まあ、一部でですね、まあ、他の話もいろいろさせていただいたので、まあ、ちょっと前回 の動画をね見ていいたただけけけらなととううことを思うわけですけど、えー、今回はですね、もう少しあの信頼関係の作り方をですね、具体的にもう少し掘り下げていきたいなということを思いまして、あの話していけたらなということを思います。はいえー、とまず1つ目にですね、バックト,トラッキング、ちょっと上げてみたんですね。バックトラッキングっていう方法がありましてですね、バックトラッキングって何かって言ったら、まああの多分身近なところの言葉で言うと、オウム返しという,う手法です、まあ。オウム返しをすることでですね、えー 基本的に相手がね何々が好きなんだよねって言ったらああ例えばゴルフが好きなんですよねって言ったらあゴルフいいですよねみたいな感じでですね,、えーと相手とこうね 相手の言ったことを、まあ、また繰り返すということで、えー、と相手もすごい気持ちよくなるまあすごい共感していただいたみたいな感じでねえっ、ー、とすごい錯覚していただくことができるようになりますのでバックトラッキングはすごい何て言うのまあ相手と共感するああいいですよねああ飲みに行くああ飲みに行くっていいですよねみたいな感じでですね基本的にはそういう,う相手のねまあ言ったことをそのまま復唱するみたいな感じで合わせるっていう感じですよね、えー、それがバックトラッキングっていう方法 方法ですえー、これはまあその。 何でしたっけあの、詐欺とかにも使えるわれるねあの、手法でバックトラッキングってあるんですけど、まあ本当にあの信頼関係を作るためにはですね、まあそういう感じででもやっていく。まあ、ただもちろんあの、詐欺に使っちゃダメですよ。詐欺に使うためにこの信頼関係を構築するっていうわけではないですので、あのそのためにあるわけではないですので、えっ、ー、と、そうですね、まあそれをちょっとうまく使っていただければなということを思います。で、あとはですね、ミラーリ,ミラーリングっていう方法があるわけですね。ミラーリングって何かって言ったらですね、えー 相手とこう姿形をあの姿形行動をですね真似するっていう方法です。 えーと例えばですけど、まあ、腕組んだとするじゃないですか腕を組んだらですね、えー、こっちも腕を組んでみたりとか、えー、ここを書いたらね、まあ、こっちもこっちを、あのー、ここら辺書いてみたりとかっていう感じで、あのー、相手とね、まあ、その左右対称、まあ、その鏡に映った自分かのようにですね、えー、足を組んだら足を組んだりとか何か相手とね、あのー、同じ行動をとるということで、えー、信頼関係が構築できる、まあ、相手とね同じ行動をとってるんだということで 仲間ですよみたいな感じのメッセージをですね えーと隠れたメッセージを出すことができまして、あーなんていうのこの人、自分の仲間かなっていうことを思っていただくことができるようになりましてですね、であの信頼関係を作ることができるということになりますので、はいえー、ミラーリングっていうのがあります。で、えーと、ペーシングっていうのもありましてですね、またあのちょっと似たような感じになるんですけど、えーと、ペーシングっていうのはですね、相手とペースを真似するということです。相手が早口調だったらですね、早い口調でこっちも話す。ああなんとかですよねってまああの 基本的に自分と似たような感じのことをするっていう意味では同じことです。相手がゆっくりな人だったらこっちも「ああそうですよね」とかっていう感じまあ,あの相手の口調に合わせてこっちのペースもあの変えるということです。相手がねやたらこうせっかちな人でこっちがなんかゆっくり話してるのにものすごいせっかちだったらなんか,なんかちょっと嫌な感じするしたりとかするじゃないですか逆になんか遅すぎてねあのこっちが結構普通のスピードで話してるのに。 いやな,なんかまあすごい、あの、ペースが遅かったら、すごいイライラすることとかってないですかあなたも、あの、ね、誰かと話したりとかしてね、あのした時に。だから相手とペースを合わせてあげることでですね、えー、すごいいいなとっていうことを思ってもらえるようになりますので、ペーシングっていうのが一つありますので、覚えておいてください。で、あとはですね、メラビアンの法則っていうのがありましてですね、これは何かって言ったらですね、メラビアンっていう方が提唱された法則でですね、えっ、ー、と、人はまあ、その内容よりも、あの、言葉のね、えっ、ー、と、内容 よりもですね話し方とかあのー、ねペあのー、トークのトーントーンの方が大事だということをあのー、まあその、えー、っとメラビアンさんが言われてるんですけど、えー、ということであのまあなんて言うんですかねまあその話し方まあそのえー、っと視聴、えー、と 視覚的な部分がでですすねね55%を占めるると言われてるんです、ね、なので、えー、と内容よりもですねこう楽しくこう何て言うのハキハキと、まあ、こういう何て言うのこうあのー、なんか、ね、こう明るそうに振る舞うような話し方で内容っていうのは8%しか伝わってなくて、まあ、見た目が55%伝わっていてですね声のトーンあのー、聴覚的な部分が えー、37%から38%を伝わるっていうことをあのメラビアンさんが言われてるんですね。えなのであの、信頼関係を作る、まあ、そのいい人だなっていうことを思ってもらうときにはですね、まあ、その声のトーンとかその明るそうにこう話すっていうことを意識していただいたら、あ,のあなたの印象が良くなるということでですね、まあ、信頼関係にもつながってくるかなということを思いまして。えなので、まあ、話している内容よりはですね、元気に明るく、まあ、振る舞っていただくことで、 信頼関係も作れるまあすごいいい人だなっていうまあすごいこんな感じでですねこれいい話なんですよいやもうね、うん、これいやすごいいいこといいまあこれねすごい稼げるんですよみたいな感じでねもう話しててもねなんかいや内容はすごいいいこと言ってるのかもしれないけどなんか自信なさそうみたいなことが相手に伝わってしまってですね、えー、逆に今日最悪なんですよねいやすごい今日最悪な日でとかっていう感じでね言葉の内容が、あのー、悪いこと言ってたとしても ですね、笑顔でなんか「いや最悪もうめっちゃ興味もう本当にねやばいんですよもう,もうすごいあのやばすぎてもうねあの生活がダメになっちゃったんですよね」とかっていう感じでね、まあ、言ってたとしてもですねまあそのなんか話し方の方が大事になってあの話し方まあその話す内容よりもそういう話してるねまあその何て言うのどういうな感じで話してるかっていう方があのすごい伝わってしまうということでこれ覚えておいていただけたらなということを思います、はい。あとはですね2人だけの 秘密を作るとということ、まあ、よくね共通の敵を作ると信頼関係ができるとかね、まあ、っていうのもまあ似たような話になるんですけどあの2人だけのまあなんかなんていうんですかねまああの秘密まあ一緒にこうカラオケ行ったりとかまでの、まあ、2人だけでしかこう共有してない情報があるので、えー、ということになってくると思うんですけどまあ二人まあ一緒になんか共にあの行動する共になんか一緒に遊んだりとかねしてたらまあ2人だけの秘密が作れたりとか、えー、ということになりますので一緒になんかやっぱり話すとかにね 一緒にこうなんかやるみたいな感じのこととかは基本的に大事だなということを思いますのであのなんかどっか違うねまあその交渉の場所とは違う場所に行ってね例えば海とかねカラオケとかあの居酒屋とか全然違う場所で一回遊んでくることでまあ信頼関係っていうのが作れるようにもなりますので。 うんまあ、そうですね。まあそんな感じで、一回、まあその交渉をする前にですね、交渉、まあそのビジネスの話をする前にですね、いろいろ違うなんか遊びとかをしておくと、信頼関係が作れるっていうこともありますので、はい。まあそれもちょっと覚えておいていただけたらなということもあります。はい。あとはですね、ザイオンス効果、まあちょっと挙げたんですけど、昨日も挙げたんですけど、まあその接触回数が、えー、信頼の尺度に比例する、信頼の大きさに比例するということでですね、まあ日々のコミュニケーション、えー、毎日こう話したりとかですね、毎日こう動画を撮ったり 毎日メールマガ書いたりとかですね、まあ、たくさんこう会う接触会場、まあまあ、また遊びに来たよみたいな感じで顔をたくさん合わせたりとかっていうことをすることによってですね、えー、信頼の尺度がこう上がっていくっていうことがあります挨拶回りとかね、まあ、その外回りの営業の方とかもね、まあ、世間話だけでもね、まあ、すごいやっていくっていうことがすごい大切になってきますので、まあ、そんな感じの、まあ、昨日も言わせていただいたザン音スンス効果これは結構基本的な話なので覚えておいてくださいであとはですねラポールコ 効果っていうのもありましてですね。ラポール、まあそのラポールを作る。まあ、その人間はですね。3つ以上、あの共通点を、えー、そうですね。見出すことができたらですね。人は心をあの開きやすくなるという効果がまあ、ライオン。とラポールですね。ラポール効果っていうのがありまして、えー、ラポールっていうのはですね。もともとフランス語でですね。橋を架けるっていう意味がありましてこうね。 橋を架けるまあこうねあつながってますよっていうような感じのね、えー、意味合いになるわけですけどえっ、ー、とまあそうですねラポールまあ 例えばなんか小学校同じやったよとかねいや例えばなんか同じ同級生だったんだよねとかってまあそれだけでもかなりねあの信頼関係ができると思いますしまあ例えば男同士だねとかっていう感じで好きなね共通の趣味が同じとかねえっと話題とかまあ結構相手とやっぱりここも合わせるような感じでねあのああ僕もやりましたよみたいなねあの例えばドラゴンボール見てましたああ見てました見てましたみたいな感じだったりとか何ですかねまあうーん昔なんかこう うういうゲーム例えば、んですかね、うん例えば、ポケモンとかやりましたとかって、とかね、テトリスとかやりましたとか、ああ、やりました、やりましたとかっていう感じで、相手とやっぱり合わせる、ああ、でなんかね、似た者同士、まあ、自分と仲間だなみたいな感じで思ってもらいやすくなるので、まあ、相手と共通点、あの出身地とかの話をしたりとかですね、えー、っと、なんかお仕事とかも、ああ、その仕事、やっぱりあ私もやったことありますけど、大変ですよね、みたいな話をね、まあ、したりとか。 して信頼関係を作っていただけたらなということを思います。はい。あとはですね、寛大効果とかっていうのもあるんですけど、寛大効果っていう効果ですね。まあ、これは何かと言いますとですね、うーんと相手のまあ。 なんていうんですかねちょっとしたミスとかはあの多めに見てあげるっていう感じで、あー、それダメでしょうみたいな感じのことを言っちゃったらダメなんですね。あまあ、その人の敵になってしまって、ね、あのこれはまあ当たり前の話だと思うんですけど、ちょっとしたね、あのミスとかは、いやー、そんなの誰でもそういう感じになりますよねって、まあ、あの、ちょっとした悪いこととかはですね、まあ、見逃してあげてですね、その人の味方になってあげるみたいな感じで、寛大効果、ちょっと多めに見てあげる、あー、大丈夫ですよって、まあ、これ、ちょっとサービスしておきますねとかね、あの、 まあそういうサービス精神だったりとかね、これちょっと今ね、あの、まあ、それ何々さんだけはいいですよみたいな感じで言ってあげたりとかね、まあ、することでいい人だなって思ってもらいやすくなりますので、まあ、これ、簡単効果っていうのもちょっと覚えておいていただけたらなということを思います。はい。あとはですね、あの、フットインザドア効果っていうのがありましてですね、あの、フットインザドア、これは何かと言いますとですね、あの、ちょっとしたお願いからこうやって、始めていくっていうことなんですね。えっと、例えばですけど、あの、 何ですかね、まあ、例えば、まあ、あの好きな人がいたとするじゃないですか、まあ、好きな口説、まあ、きたい方、まあ、例えば男性の方だったとしたときにですね、えー、見てる方が男性の方だったら、まあ、落としたいと言ったらちょっと言葉悪いですけど、口、ま、説、あ、きたい女の子がいたときに、まあ、すごいあの告白したい、まあ、すごい付き合いたい女の子がいたときにですね、えー、と本当にちょっとしたお願いから始めていくんですね、えー、ちょっとこれお願いできますみたいな感じとか、まあ、別にこれ、彼女の彼女を。 あのその女の子とかの関係以外にもですねお客さんにも言える話なんですけどえとこれちょっとお願いできますかみたいな感じでですねえっと言ってまあ例えばなんですかね本当に誰もが断れないようなねまあ絶対これ誰もが癒すっていうようなねことからお願いしていくうーっていう方法がありまして例えばなんですかねあのー まあ、例えばみかんとかね、あのなんですかね、あのこれあ,あ,のあげますよみたいなあ、ちょっと違うな、なんかちょっとしたお願いです、本当に、何だろうな、えーと、誰もが断らないようなことを、まあ、少し最初絶対イエスって、まあ、これあの、例えば返事してもらうだけとかっていうのもいいと思います、あの例えばですけどあの、これちょっとアンケートにお答えしていただいてるんですけどとかね、まあ、ちょっとした質問、ちょっとこれだけ、ね、答えていただいてるんですけどっていう感じでね、まあ、ちょっとしたお願いをする。ね、あの,その 好きな人とかだったらですねまあ例えばちょっとあのごめんなさいねっていう感じでんですかねそういう人だったらまあ例えば話しに行くとかっていう感じとかいや僕はちょっとそういうの不器用なのであんまりわからないんですけどあのちょっとこれちょっとあのいいですかみたいな感じでねまあちょっとしたあのイエスを取りに行くっていうことでまあえイエスイエスの積み重ねでまあ,あこれもいいよこれもいいよっていう感じになっていくのがフットインサドア効果えということですのでまあちょっとしたねあの お願いから、こう、で、最後、最終的には、あの、付き合ってくれませんかとかですね、まあ、これ、ちょっと一緒に、じゃあ、あの、なんですかね、この商品、あの、一緒に買いませんかとか、まあ、お付き合いでとかっていう感じで、まあ、この商品をね、えっ、ー、と、そうですね、まあ、こういうサポートもつきますので、一緒にやっていきませんかとかっていうね、サービスを、まあ、提供したりとかっていうことも、まあ、小さいイエスから入ってですね、大きいイエスを獲得していただければな、ということ思います。はい。あとはですね、ドアインザフェイ 効果っていうのもありましてですね。これはあのシャットインザドア、シャットザドア、ガシャットザドア、インザフェイス、インザフェイス効果っていう、まあ略なので、ええと、まあ。 ドアの中からこう顔が出てくるいきなり顔が出てくるみたいな感じで最初はね、あのーまあ、ドアの中ドアからこう、ね、足,を足が出てくるっていうイメージなのがさっきのフットインザドア効果でねちょっとしたところから帰ってくるっていうんですけどいきなり顔が出てきてね「あのー、お願いしますちょっと付き合ってくれませんか?」みたいなみ、あのー、全然知らない人にね「あのー、ちょっとお願いします結婚してくれないですか?」みたいな、えーまあ、ちょっとそれはちょっと言い過ぎだと思うんですけど「あのー、海外旅行に一緒に行きませんか?」 とかね本当に無理なんだよちょっと最初から言う、まあ、ちょっとねあのもう出会った人に50万円のね商品っていうものを提供してるんですけどとかっていうもう本当に無理難題から入,入っちゃって。 いや、それはちょっと難しいですよってなるなるじゃないですか。そんなね、いきなり今日会った人に結婚してくださいみたいなとか、付き合ってくれませんかとかって言って、もう今日初めて会った人ですよ。あの、本当にお願いしたいんですよみたいな感じで言ってですね。で、あの、ま、断られるの前提でそれをお願いするわけですね。ま、こっちの狙いとしてはですね。で、ま、あ断られるんですけど、なんか、 あの時なんかすごいわけわかんないことを頼まれたなみたいな感じでちょっと断ったけど何て言うかなそれがちょっと断った人としてはあの罪悪感をちょっと持ってしまうなんかちょっと断ったけどあの人ものすごい必死にお願いしてきてたなみたいな感じでですね思ってもらえるわけですねででそれからですねそれからあのちょっとしたお願いをするわけですねあのあーでし あのごめんなさいあのじゃあこの1000円の円商品だっったらどうですかねっていう本当にこれだったら本当にあのー、なんていうのまあ本当にねまあ無理ない感じで、まあ、全然試すお試し価格っていう形で、ね、できると思います。でもの,あの100万円とか50万円とかね結構高額なものを売ろうとした後にあのやったらすごい安く感じるしまあ,あそのくらいだったらまあ聞いてもいいかなみたいな感じに心理状況としてはなるわけですね。まあ、恋愛の場合でも同じでですねた例えば海外旅行に一緒に行きませんか 結婚一緒にしてくれませんかとかうんと今日、ね、もう付き合ってくれませんかみたいな、ね、無理難題、まあ、難しいようなお願いをした後に、えー、じゃあちょっとね、あのー、今度、まあ、LINE 交換だけでもとかね まあそれもちょっと難しいかもしれないですけど何ですかねあのー、本当にちょっとしたお願いまあその辺でちょっと喫茶店に一緒に行くくらいのねあのー、なんかとかまあそのくらいだったら、えー、そのくらいをさせてくれませんかみたいなねまあその本当に小さいお願いからスタートする。 あ小さいいいお願いに戻すすっていう感じですね。まあ、大きいお願いをしておいて、まあ、小さい、えー、お願いに切り替えた時にまあじゃあそのくらいだったらまあいいですよみたいな感じで言ってもらうことができるようになるというのがまあ度合、えー、インザフェイス効果ですので、うん、結構まあそうですね 何回も何回もアプローチするっていうことも大事になってくる。まあその無理に難題を言った後に、まあそにまた日を改めていくっていうのもこれもザイオンス効果みたいな感じですよね。あの、まあ、信頼関係、まあ、は、まあ、接触回数に比例するっていうことで、まあ、そのまたアプローチしてるっていうことになりますのでまた断られた後にまたえっ、ー、とね新しく、まあ、次の日にまたねあのー、またお誘いをするみたいなのもザイオンス効果にもつながってくるかなっていうこと思いますので。 はい、あの101回目のプロポーズとかね、まあその何回もこう、1回でやっぱり決めようとするのは難しいんですね、あのそういう言葉もありまして、あの本当にこれは嘘ではなくてですね、何回も何回もアプローチすることで、やっぱりね、どこかで、あのそこまで行ってくれるんだったらみたいな。よく ね、あの結婚した時にね、まあ、その最初は絶対この人と結婚したくないとかって思ってた女性がですね猛烈なアタックを、ね、あの受けることによって結婚したみたいな、ね、成功パターンがあるみたいな成功パターンっていうかそういう結婚したパターンがあるみたいなね話を「なんか新婚さんいらっしゃい」とかね「えー、なんか私本当にこの人はもう絶対か考えられない結婚とか考えられないの?」っていう、ねえー、こと言ってる、まあ、その奥さん、まあ、奥さんっていうかあの、ねまあ、お嫁さんにまあ その旦那さんの方が猛烈なアプローチをしてねもうお願いあの何て言うのもう何回も断られても何回もね猛烈にアプローチしてっていうので信頼関係をね築いてというか本当にあのダメだったところからまあ OK をもらってるっていうのがありますのでまあ本当にあに恋愛はねビジネスと似てるっていうことがありますのでそれをちょっとビジネスでもねあの役立てていただけたらなということを思いましてはい、えー、そうですねそうですねまあそんな感じですね。 はい、えっ、ー、と何でしたっけえっ、ー、とまあ何の話でしたっけ ドアインザーフェイス効果ですねあの。とにかく難しいことでも、まあ、何度でも何度でもですね。またこういうのだったらどうですかみたいな感じでこう屈しない心。まあ、もちろん全然もう本当にねあの相手が本当にこれ嫌がってるとか本当にもう難しいっていう感じだとねもう本当に無視されてしまってあの例えばねあの音楽家を目指してる人にビジネスの話とかオリンピック選手を目指してるのにビジネスの話とかってもう あの本当にねまあ方向性が違う人とかにねまあその絶対あ私は本当に無理ですからみたいなこと言ってる人は、まあ、そこら辺はさすがにねあの空気を読まないといけない、えー、という時もあると思いますあの本当にねまあしつこすぎるわみたいなもうってなる時もありますこれはちょっと本当にまあ空気読んでいただけたらなということ思いましてはいであとはですねイエス・バット法っていうのもありましてですねあのこれはまあ最初な,なんていうんですかね、まあ、イエス・バット法これ交渉ごとですごい使えるテクニックなんです ですけどもいきなりまあその、ね、相手のお願いとととかももすするるるここになあるわけですよ相手はこれしませんかとかってね、まあ、別になんていうかな悪気なくね、まあ、こう誘いしてくれる,れることもあるわけですよ今度なんか居酒屋さんとか一緒に来ませんかとか今度なんかバーとか私の素敵なバーとかがあるんでこう一緒に来ませんみたいなとかゴルフの,あの交流会があるので、まあ、ちょっと何屋さんもよかったらみたいな感じでね、えー、行ってくれることもありましてですねでその時にですよ あのその時に、いや、私はちょっとゴルフとかやらないんでとかっていう感じできっぱり断っちゃうとですね、えー、相手としてもなんか、いや、こっち早速誘ったのに、せっかく誘ったのになんか、いやー、なんかそんな断り方したらなんか嫌だなみたいな感じでね、いやー、すごい、いや、いいことやってますね、素晴らしいですねみたいな感じで、とりあえず受け入れるんですね、とりあえず飲む、飲むわけですよ。あのー、とかね、まあちょっと、それを断るにしても、まあその、まあ、いいですねって言っておいて、いや、ただですね、あの、ちょっと僕、あのー、 ちょっと今こっちやっててあのこっちのことがありましてですね事情があってちょっとどうしてもいけないみたいな感じの断り方あのだとまあ本当にやむを得ないやむを得ないもう本当に、ね、私あのもうこれね生まれつきちょっとあの禁断症状が出てしまうとかねあのなんか例えばお酒のお誘いをされた時にねお酒がどうしてもねあの体僕合わなくてちょっとねあの え何、ー、ていうのまあそういうこうアレルギー症状とかが出てしまってあのどうしてもねまあ、飲みたいんですけどあのちょっと飲んじゃうとちょっとそのまあ、病院にもねちょっと言われててそれ。 お酒はどうしても飲むことができないあの環境なんですよと、あのまあ、環境というか体調、体調なんですよというようなね、まあ、どうしてもダメっていうことをね、まあ、言うと相手も、ああ、それだったらしょうがないですよねっていう方にことになってしまうんですね。いや、僕は飲みたくないんでみたいなね、あの本当に僕はそういうのをや,やらないって決めてる人なんですよみたいな感じ言っちゃうとですね、いや、こいつなんだよみたいな感じに思われてしまうので、まあ、合わない、あの体がどうしても合わないんですよっていう感じとかね、まあそういう本当に 自分のせいではないもう本当に生まれつきのせいにしちゃうとかっていう感じは本当に仕方ないっていう感じでですね断っていただけるとあのまあ向こうからしてみてもですねあそれだったらやむを得ないですよねっていう感じになりますのでまあイエスバットが本当に相手に不快な思いをさせない。 あの信頼関係っていうのはですねあ、この人いい人だなって思ってもらう連続になりますので、連続でそういうあの信頼っていうのは勝ち,こ勝ち取ることができるようになりますので、まあ、相手に不快な思いをさせない、えー、ためにもですね、まずは受け入れる。まずは相手の言ってることを受け入れてから、えー、返す。相手の、まあそうですね、まあちょっとしたね、まあそれは仕方ないですよねみたいなことを返すっていうことをしていただけたらなということを思いますしてですね、はい、イエス・バッド法も覚えておいてくださいで。あとはですね、家庭法っていうのもあります。 ですね、これあの交渉ごととかでよく使われる、まあ、テストクロージングとはちょっと違うらしいんですけどあのー、まあ もし、あのー、これね、もうおき合いした、えー、とするじゃないですか、みたいな感じで、ね、もし、なんか私たちがもう、もし付き合ってたら、あの例えばね、好きな人を口説きたいときとかね、付き合いたいときとか、まあ、その付き合った後の話をしちゃうわけですよね、もう先に。あのー、もしねあ、これちょっと一緒にやるとするじゃないですか、このね、まあ、サービス一緒に入ったとしたときにですね、いや、何々さんが何百万円とか稼いだとするじゃないですかって。で、そしたら、まあ、一緒にセミナーとかやりませんみたいな感じで、先の話をするわけですね。家庭法とかいうか 感じで,ですねもうこうしたら、まあ、こういう感じになることができたらですね、まあ、例えば、ね、何時間時間取ることできますみたいな感じ1日どのくらい時間取ることができますみたいな感じでですねあの例えば付き合った後にですね、まあ、例えば付き合うことができたらですよ例えば子供とかって何人くらい欲しいですみたいな感じでですね、えー、とか、まあ、その先の話、まあ、そのもしもあの付き合った場合はですね、えー、結婚とかしたらどんなあの奥さんになりたいですみたいな感じの話とかをの。 していくことでです、ね、まあ相手も、まあ、それで、まあ、あのシミュレーションみたいな感じでやった時の,あのこと、まあ、やったそのサービスを買った後商品を買った後のあのいい、あのー、イメージをさせてあげる、まあ、いいこれならちょっとできそうかなっていうことを思,思わせてあげることもできたりですね、えー、することができるようになりますのでまあその家庭法っていうものはありますので。うん まあそこでちょっとテストクロージング的な意味もあると思ってましてですね、えー、もしこれ,これをやったらね、えー、どうなりますかって言ったらいやもうそこでなんか断る人もいるんですよいやーちょっとそれはちょっと難しいみたいな感じでですね、まあ、別にそれはあの真っ向からですね付き合ってくださいとか商品買って買いませんかとかっていうわけじゃなくてもしこれやったらの話を言ってるわけなのであのそこで断られる、まあ、相手のちょっと反応を見るっていう意味でもですね、まあ、やっていただけたらいいんじゃないかなということを思いまして、はいえー、家庭法っていうのもある 見ていいただければあということもいます、はい、あとはですねあの本とにこれ、まあ、さっきのねフットインザドア効果にも同と同じような話にもなるんですけどあの頼み事をお願い事をする、まあ、あの頼み事を、まあ、普通にお願いするっていうことですね、えー、普通にですねなんかお弁当を作ってくれませんかとかって好きな人とかに言うわけですね うん、で最初まあこれ聞いた、あのー、ばっかりの人、まあ、初めて聞いた人は、ね、最初にこうお願いしちゃったらそう嫌がられるでしょうみたいなことを思われるかもしれないんですけど結構ねこれはあのホストの方がねやる手法というかホストの方が使う、まあ、やり方なんですけどなんかこう相手にね、まあ、好きな人 ににでですすすすねね逆にここううお願いいをるるっていうことをするわけです、ね、例えば好きな人にあの自分のためにお弁当を作ってくれないみたいな感じでね、まあ、言うとまあ、それ最初なんか聞いた人はなんかそんなことやったら煩わずらしいからねまあプレゼントをしなさいみたいな感じのこと思われるかもしれないんですけどあの酸っぱいブドウの話っていう心理学で有名な話がありましてですねまあその狐があるところにいてですねまあ狐がまあこれどういう話なのかって言ったらですねまあその高いところにあったぶどうを取ろうとする んだけどジャンプしてても取れなかったったいう時にです、ね、キツネは言い訳をしていやあの、えー、ブドウはね酸っぱいから取らなかったんだよっていう、まあ、後付けでそのね後付け的にまあその理由をつけるっていう話がまあその酸っぱいブドウの話なんですね、えー、本当は取れたら別に甘かったかもしれないんだけど酸っぱいから取らなかったんだっていうことでまあ、これ心理学であの有名な話言い訳を後から、ね、あのー えー、後付けする,するってていう、ね、話がありまし、うんえー、でですねこれ何が言いたいかっていうとですね、まあ、例えばお弁当を作って、えー、もらうとするじゃないですかその好きな人に何かお願いをしてって、えー、いう時にですね何、まあ、かお願いしてですねで何かやってくれたらですね、まあ、その,あの好きな、えー、人、まあ、その女の子からしてみたらですねなんでこれ最初作らないといけないのめんどくさいのみたいな感じで思わってるかもしれないんですけど、まあ、これいや私この人のこと好きだからっていうことで後付けでその人のこと 好きになっちゃうわけですね好きにし,てしないとちょっとそれやってられない、えー、好きだからあのー、ねあのー、これをやってるんだみたいな感じでですね、えー、本当にまあ何て言うのかな正当化しようとするわけですね人間っていうのは自分の行動に対してですねなのでまあなんでこれをあなた作ってんのってねこんな面倒くさいでしょみたいなことを友達に言われた時に「いや私この人のこと好きだからやってるのよね」 っていうことでですね、まあ、正当化されますよね好きだから今、まあ、やってるんだったらまあいいよねっていうことでだからなんかその人にですねまあ、お願いをして何かやってもらうことによってですね勝手に好きになってくれるまあ、好きになってくれるっていう後付けをしてくれるっていう感じなですので、まあ、お願いをするっていうのも本当にすごい単純なことなんですけどもあの信頼関係を作るためにはですね重要なことになりますので、えー、覚えておいてくださいで 次にですね偏貌性の原理っていうのがありましてですね偏貌性の原理まあこれはあの無料で何かねあのいいものを与えるとかっていうこととかあのそうですねまあ結構まあまあまあありとあらゆるところで使われているテクニックになるんですけどまあ例えばですねまあ試食品とかそうですよね試食品とかはですね無料で例えば,例えばなんですかねあのみかんとか食べることできたりねいろんな刺身が食べれたりーウィンナーが食べ,まあ食べることが できたりとかね、まあ、それもあのー、信頼関係を作るためにまあ本当にいいことをするあのー、ということでですねま偏、あ、方性の原因まあこれ、えー、とーまあ、本当にまあ、本屋さんとかもですねあの本を無料で見ることができたりとかこの僕のこの動画での発信とかもそうだと思うんですけど、まあ、最初にまあいいことを先にするとですね、えー、と人間っていうのは何か返したくなるということでまあそのね あのとりあえず何か返したくなる、まあ、返さないと何か悪いんじゃないかとあの自分は社会常識がない人間なんじゃないかということをね、まあ、思われたくなくて何か買いたい、えー、買ってくれるっていうことがありまして、うん、これをちょっとあの使っていただけたらなということを思いましてでここで大事なのがですねあの無料だからといって、まあ、本当にねあの全然価値のないものを提供しちゃうとですね、えー、全然本当にあのこの人ダメだなっていうことになってしまいますので、えー、それがあのそうですね偏方性の原理はですね、まあ、この人いい 人だなっていうことを思ってもらえるように、あのー、思うためにはですね。無料で最大の価値をこう提供するっていうことをやっていただけたら、えー、いいなということを思いまして。うん、えー、思います。偏報性の原理はまあそんな感じでですね。まあ、やっていただけたらなということを思います。 はい、でブーメラン効果、まああのー、ブーメラン効果っていうのもありまして、ですねこれは何かと言いますと、ですね、まあ、心,心理リアクタンスっていうのがありまして、ですね人間には、えーと。これは何かと言いますと、ですねなんか例えば勉強しなさいとかってね、まあ、小さい頃よく、まあ、親とかに言われた人とかいると思うんですよ。なんかこれこれしなさい、もう絶対やるためみたいな感じのことを、ねあのー、押し付けがましく言ってきたら、ですね、まあ、人間こう反発してしまうわけですね。 えなので、例えば、この商品絶対買わないとダメですよ、みたいな。もうこれ入れ、みたいなね、こと言っちゃうと、なんでそれやらないとダメなのみたいな。これ付き合いみたいな。例えば、好きな人とね、付き合ってください。もう絶対付き合わないとっていう感じでね、相手の逃げ場所をなくしてしまうとですね。 いいいいいやななななんでしないといけないのみたいな私の自由もねあるでしょうみたいな感じになってしまうので、まあ、どっちでもいいよみたいな感じのことを、あのー、これちょっと信頼関係というよりはクロージング、うんまあ、みたいな感じの話にもなってきてると思うんですけど えーとそうですね。まあ信頼関係の時にも大切ですよね。この人、もうなんか押し付けがましいんだよねって、これ食べないとダメだよみたいなこと言ってくる人より、まあどっちでもいいよって食べても食べなくてもいいんで、食べてくださいね。よかったらみたいな感じで渡してた方が、まあ信頼関係作りやすいということで、まあそうですね。あんまりこう、なんていうの、あげれても、まあその相手の逃げ場所がないような感じでね、やっちゃうと、もう絶対これやんないとダメですよとかね、もう絶対これやんないといけない。 ですよとかっていうことをしちゃうとまあ、信頼関係が作りにくいですので、えー、何々してみたらどうですかねっていう感じでまあ、あのー、まあ、どちらもいいよとかあなたの判断で決めてくださいねみたいな感じでちょっとあの逃げ場所を作ってあげるというかまあ、相手のあの選択も与えてあげることであの信頼を作りやすくなると思いますのでこれもちょっと覚えておいてくださいでまあそうですねあとはまあ話したりあのー、会ったりとかねまあ、こう直接話したり会ったりとか顔出しをするとかね、えー、その人の家に遊びに に行ったりとか、ね、泊まりに行ったりとかどっかにね旅行一緒に行ったりとかねあのー、観光案内をしてあげたりとかねまあ、そういうような感じのことをまあ、してあげる個人的にしてあげることでまあ、セールスとかも、あのー、決まりやすくなる信頼関係を作ることができるようになる、まあ、あなたのことが本当にいい人だと思ってくれることができるようになると思いますので是非それもね意識していただけたらなということもまあそういうのも使っていただけたらなということを思います。 はい、えー、では、信頼関係の作り方、ちょっとね、改めまして、改めてですね、お伝えできたかなということを思いまして、はい、まあ、そんな感じですね、信頼関係の作り方についてはですけど、はい、まあ、そうですね、それを活用してですね、ぜひあなたのビジネスに活用、役立てていただけたらなということを思います。で、僕はですね、あのちょっとスマホ1台だけでですね、あの月40万以上稼ぐ方法、あの本当にあの初心者の方、もう全くスキルとか経験とか知識とかない方でもですね、 とかない方、えー、でもできるというか、まあ、むしろ、えー、と別に誰でもできる本当に上級者とかっていうことは特にない。 まあそんなにない世界ですので、まあこの稼ぎ方はですね、えー、その稼ぎ方をですね、お伝えしてますので、まあそれ少しでも興味ある人、あの本当にどこにも行かずにもですね、本当に初月から本当に何もこう知識とか経験とかスキルとか一切いらずに、ね、能力とかいらずにですね、スマホ1台あればできちゃう、あのそういうネットビジネスがありますので、まあその稼ぎ方に興味ある人はですね、ぜひ LINE に、まあ、LINE の連絡先下に書いておこうと思いますので。YouTube のですね、説明欄の時にところに書いて ここううととと思ってますのでそれ連絡いいたただけたらなということを見ます普通にあとはですね、僕のビジネスとかに興味ある人、僕と交流を取りたい方とか、えー、ぜひですねあの、そういう方も全然連絡いただけたら嬉しいな、僕と思ってますので、僕あの、人間が好きな人ですので、まあ、なんかこう話せるのが嬉しいなということを思ってますので、ぜひあの連絡いただけたら嬉しいなということを思います。では今日もあの最後まで動画見ていただいた方、本当にありがとうございましたということで、またあの動画撮るときは楽しみに、えー、見に来ていただけたらな ということを思いますではありがとうございますまたよろしくお願いします